はい、YouTube をご覧の皆様、こんにちは、アルハルです。最近ほんと大変で、今すごい、いつもかもしれませんけど、うちの、館内、当店の、がすごい散らかっておりまして、ですね、今ちょっと棚を置いていってるんですよ。新しく棚をちょっと作ってもらって、ちょっと大工仕事がすごい得意な友人がいて、で、カウンターの上にまた2段目の棚を、カウンターの上に2段目のカウンターがあるような形で、ちょっと棚を置いて、お酒のボトルとかそういうものを、目の前に出していこうとしてるんですよ。うちを目の前に、アブさん専門店だから、アブさんドドドって置いてるんですけど、なんだ隠れてるんですよ。森でっていうか、言ってることわからないかもしれませんけども、カウンターの上に森があるんですよ、うちですね。林、樹林、樹海があって、私がね、目指しているお店の一つで、風の谷のナウシカの、ナウシカの部屋があるじゃないですか。地下に行ってから、腐海の植物たちが、毒を出さずに、受精しているって、そのナウシカの、秘密の部屋があるんですけど、もう、それがね、あの部屋が大好きで、あんな感じの、空間が作れないかなって、ちょっとふと思ったのがきっかけなんですよ。で、その樹海の中に、もう、お酒のボトルがこう、並んでるんで、木に隠れて見えないと。なんって感じで、バーなんか、森読みしたいんか、どっちやねんって感じで、読みしたいんかで、どっちもどっちなんですけど、うちはですね。で、お酒を目の前に出してから、ちょっと、で、収納スペースもちょっと、うちすごく、取り扱ってるお酒の数とかもかなりありますので、もう、アブさんだけでも100種類以上、今、ちょっと、うち、当店に飾ってるんですけども、で、どうにか、きれいにできんかなと思ってから、じゃあこうしようって形でやってるわけなんですよ。で、その棚を設置したら、今度その棚がよく見えるように、また照明関係のやつをまた配線、ちょっと自分でやってから、ちょっと明かりの調整とかも全部するんですけど、で、言われたのが、お客さんたちから結構言われるんですけど、常連のお客さんから、アルハルは来るたびに、ちょっと、姿が変わる、アルハルが食うたびに、雰囲気が変わるというか、要するに、イメージが変わってるって言うんですよ。当然、変えてるんで、本当もうだから、物とか、飾ってるものとか入れ替えしたりとか、ちょっと日々、いい感じにできるように頑張ってるんで、試行錯誤してるわけなんですよ。でね、食うたびに変わりますねって言われるんですけど、逆に変わらない店って私はすごいなって思うんですよ。他のお店とか行ったらちょっと、他の店をちょっと事例にしたらちょっと失礼なのかもしれませんけども、毎回同じ雰囲気で同じボトルがあって同じメニューがあって。それをずっと、数年間維持してるっていうのはすごいと思いますよ。けどね、私の個人的な意見で言うと、飽きない。お客さんも飽きるというよりも、運営してる自分が飽きない。ねえ、私はちょっと考えきれないな。ずっと、そのお店に一番言うのは、そのお店のマスター、自分、オーナーなんで、オーナー、チェーン店だったら違う、オーナーとか店長になるかもしれませんけども、その、運営している人たちが飽きないかな、メンタルが。ちょっと慣れないというか、慣れないって言い方はあれかな。ずーっと同じ空間にいて、私だったら飽きる。その飽きる空間でお客さんまた来ても、新鮮味がないじゃん。それ、同じ質を提供するのって、大手のお店とか、チェーン店とか、どの県行っても、駅前に同じような居酒屋があって、で、同じメニューがどこでも全国食べられて、全国、関西、関東でまた違うかもしれませんけど、大まかに一緒じゃないですか。飽きると思う。同じものを提供をずっと数年間維持するっていうのは大変だと思うけども、私は飽きる。だから日々模様替えする。うちはもう半年に1回もうパッてもう頭にこうひらめいたらこうしようああしようってすぐもう動くんですよ。幸いうちはもうみんな関係者でもう友人たちで回してるんでありがたいんですけども、本当電気水道エアコン関係とか大工関係とかもあとアーティスト関係の人もいるから、いろんな作品も語ってくれるし、語っていただけるしですね、もうすぐ動く。昨日もね、ちょっとお店、今ちょっとこのコーナーの状況で本当お客さん少ないから来れないんですよね、皆さん。で、深夜の2時ぐらい、うち通常だと3時前なんですけど、2時ぐらいにもう来ないかなと思って閉めて、で、ちょっとふと思ってから、うちイベントいっぱいやってたんですよ、コーナーの前は。で、机があって、そこを、DJ とかあった、演奏会とかあった、そこに機材とか置いたりとか、講演会があった、そこに、そこの机にいろいろテキスト広げたりとかしてから、こう喋ったりとかいろいろしてたんですけども、今イベントはできなくて、それよりも飲みに来てくれる方の方が圧倒的に多いので、ちょっと申し訳ないけど、その机をもう排除しようか、演奏スペースをちょっともう詰めて、でかい机をもう壁にバーンっても寄せて、空間を広くしたんですよ。そう空間を広くしても椅子とかちょっと余裕があったらもうね、ソファーとかちょっと大きな机とかドーンって置いてから、ちょっとくつろげるスペースにできたらいいなと思いまして、今昨日深夜3時ぐらいかなにちょっとお店片付けてから、ちょっともう電源がパンって入ってしまって、もうやってたんですよそしたらものすごい重たいんですよね、やっぱ机とか。でうち結構物が体育線あるんで、物が置いて飾ってる作品がいっぱいあるんで、で今ちょっと私が悪いんですけど、ちょっとね段ボールとかいっぱいあるわけなんですよ。そのお酒の入った段ボールとか、あと確定申告とかの書類関係とか、あとテイクアウトの容器とかをそのイベントスペースのちょっとお客さん演奏者が入るスペースの中にも詰め込んでしまってから、物置みたいにやってたんですよね。でそれをバワーって出してドーンって詰めて。で詰めようと思ったら重たすぎて一人じゃ動かせないんですよ。私ちょっと力すごく弱い方なんで、深夜の3時でちょっとうちの後輩に明日ちょっと超えたら来てって感じで、でちょっと何人かやってて、で私との馴染みの友達にちょっとパンって、親友かな、友達というよりで親友にポンってメール送って、ちょっと明日空いてるって急にごめんね深夜にって深夜の3時ぐらいにメールLINE 送って、そしたらどうしたんって感じで、でじゃあ今やってるのは今から行こうかって感じで、深夜のもうほんと4時ぐらいに来てもらって、で一緒にガッタンガッタンやりました。ありがたい、本当もうこんなちょっと私すごい思いついたらすぐ置くんで、で、私のこともよく分かってくれてる親友なんで、こうしたいんじゃああしたいんじゃってか、じゃあこうせもっとこうすればいいんじゃんああすればいいじゃんってか、とりあえず片付けようって感じで今岡山一汚いもうお店をちょっと今結構私の中ですごい自負してるんですけど、今日それでも来てくれるお客様のためにくつろげるスペースをいい空間をちょっと、提供したいと思っております。最近それであったのが、私結構外食するんですけど、接待するお店をいろいろ探してるんですよ、私も。お客さんとかゲストさんとか来るから。で、お肉食べたいということで、そのお肉屋とかまた回って、ちょっと馴染みのお肉屋行ったんですよね。そしたらそのお肉屋が、目の前で肉さばいてくれるんですけど、奥の厨房のその見えるカウンターのすごい書類関係なんかあるじゃないか、書類とかまとめるこのカゴみたいなやつ、それがババって結構段ボールとかキッチンスペースの横の方にお客さんが見えるところにドーンって固めてたんですよ。で、何ですか、確定申告とか何なんですかって感じで、の書類ですかとか聞いたら、いやーって感じで口をマスターちょっとって感じになって、親しい仲だから、話していったら、やっぱねまあ、コロナでお客さん来ないわけなんですよ。そして来なかったらやってるお店の人たちもすごくメンタルが持たないんですよね。で片付けとかがすごいちょっといい加減になってしまいます、うん、私もそうです本当、うん、私が一番それがある人間で、うん、いやーね、ちょっとね、メンタルが持たないね、けどね、いつでも私はお客さんが、散らかってるけども、それでもちょっとお客さんが最小限くつろげるスペースは作ってるつもり、けどその骨董屋みたいに言ってたらちょっと失礼だけど、私、結構骨董屋とか好きで、そういう、ごちゃごちゃしたところでの空間にちょっと、ボーンっている空間が好きなんですよ。本屋とか好きじゃないかな。本屋って、古本屋とか、通路とかに本とか山積みしてるじゃないですか。足元とかに。あれとか大好きで、いろんなとこ見えるし、で、私はその空間を作るために、なるべく現実味のあるようなものはお客さんの目の前には置かないようにはしたい。したいけど、今できてない、私は。ちょっと次はね、棚をやっと置けたから、ちょっとこの1週間、2週間はちょっと館内すごいもうゴミダメですよって、ちょっとご了承を得てます。皆さんにね。で、次、やっとその基盤となるダイヤを置いていったから、次は照明関係を先に通すって言ったんですけど、照明の赤いとかも一個一個私は調整してます。もう明るさとか色とか、位置とかもね、で、その棚の位置とか、その角度とかもすごい、物の角度とか、その物の位置とかもすごいこだわってます、私は。多分ね、表町の中でもね、一番こだわってると思う。この、下手したら岡山市の中で一番こだわってるお店かもしれない。今日ね、間違いなく、この、表町という、この岡山市の表町ってところにうちはあるんですけど、表町の中では一番こだわってると思う。うちは。どこにも負けないと思う。それだけの空間作りを私は目指しております。ということで、ほんと、ね、ずーっとね、同じ、お店の雰囲気、ね、を維持するのも大変だけどちょっとねリメイクするだけでも全然違うと思う。お酒の位置を変えるだけでもいいと思う。本当最近目の前にあったこのお酒をこっちに移動するだけ、こんなお酒あったんですかと結構言うお客さんがたくさんいますよ。いや前からあるからって感じで、こんなもんあったっけとかって、いやあるよって感じでね。でその方、とかそのお客さん座ってもらう位置を席を日々変えてもらうのもありかもしれない。うちは全部好きな席に座るようにしてますので、ほとんど予約がある時以外はですね。でもう椅子も全部違うんですよ。それも全部意味がある。何一つ無駄なことはねしてないと思う。物は多いですからね。もう無駄な見せ方は私はしたくないからね。もしもねちょっと同じお店の経営者でちょっとちょっと大変だな、ちょっとメンタルがあれだったらちょっと一回模様替えするのも全然ありだと思う。ぜひねこれおすすめです、私的に。あるはるでした。ちょっとペラッと思いつきの動画ですけど、それではよろしくお願いします。はい、あるはるでした。失礼します。